先ほどのお客様の運命、果たしてどのような結末。いえ、出会いが待ち受けているのかしら。ようこそベルベットルームへ。コーラを100本ほど買ってきてちょうだい。エリザベス、戻る気はないの？あなたたちに訪れた3度目の試練、果たして今度は見事乗り越えられるかしら。満を持して女帝降臨、イケメン大のド S 秘書マーガレット。霧と沈黙に覆われ迷宮となり果てた街、今あなたの街は特別な時間の中にある。霧は深まり、力を使えない者もこの世界に飲み込まれることになる。こんなところでつまずくようなあなたではないでしょう。また私が驚くような力を見せてちょうだい。来たれ、その力の頂きを。好奇心旺盛な低迷を持つと苦労するわね。